はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、多分お知らせには書いてないと思うんですが、なんと、ツイッターの方で呪術廻戦ファントムパレードさんっていうかね、まあもうこれ言っちゃうとあれなんだけど、海外の、呪術廻戦ファントムパレードの公式が、まあ、ツイートされて、で日本の方でも、ついに、まあ、リツイートされたというかね、ついにっていうかリツイートされていたんですけど、呪術廻戦ファントムパレードがなんと海外というか、もう世界、まあ、グローバル、まあ、要はグローバルでついに配信が始まるということなんですよ。2024年以内ってことなんで、まあどうだろう、年末もしくは10月、早くて10、あ、1周年とかの可能性あるかな、どうなんだろうね。でそこで海外で、まず始まりますと。そうなると、じゃあまあ海外の方ができる、それでファンパレが盛り上がる、それはもう、まあ、確定事項だとして、じゃあそのファンパレがすごい盛り上がる、じゃあそれ以外にじゃあ何のメリットがあるんですかってなった時に、大きな大きなメリットがあります。はい、それが、配布ですね。まあ怪獣配布が基本的にはなると思うんだけど、まあバウンティーラッシュやら、まあいろいろちょっと見ている、バウンティーラッシュは特にね、海外のそのまあプレイヤーの方が多いというかね。でじゃあ海外で呪術廻戦のファンめっちゃいますね。はい、その人たちがまずダウンロードしたらどうなりますかと。そうなんです、全世界ダウンロード、記念とか、いろんな、そのなんだろうな、もう要はダウンロード記念が今のところ600万人なんだけど、バウンティーラッシュってね、1億ダウンロードなんです。だから海外の人が例えばリセマラしたりとか、それでもダウンロード1回とかに、回数がね、なるので、ってなるともう日本と海外の多分規模が違いすぎる。その本当にいろんな国のなんかに、要はグローバルで、まあ、開始されるってことなので、そうなってくるとやっぱりそのなんだろう、1000万ダウンロードが一気に、まずは開始したら全世界、要は日本でのっていうよりか全世界ダウンロード1000万記念、1100万人記念、1200万人記念っていう、多分その全世界っていうのになって、今だと500万から600万の人数、ダウンロード人数ってちょっとやっぱりゆっくりじゃないですか。まあ2ヶ月後とか3ヶ月後とかでようやく、まあ、怪獣3000個とかもらえると思うんだけど、それが全世界になると多分ダウンロード数が異常に多分増えると思います。何かしらアップデートが増えると、海外の人が、まあ、ダウンロードすると。まあ全世界だよね、全世界か分かんない、でもかなりの確か国が、できるようになってるらしいので。で一応ね、これこのちょっと今遅くなってしまったんですけど、この今15時、いつもだ12時にそれをツイートがされたんでね、すぐに動画出したかったんだけど、実はね、僕アプリ作ってる、まあ、会社に就職っていうか、に、まあ、で作ってるお友達が実はいるんですよ。でその友達にですね、先ほど、ちょっと通話でちょっといろいろ話を聞いたんですけど、全世界になった時にじゃあ今どういう状況なんじゃっていうことを聞いたんですよ。そしたら、ファンパレ多分これからすごいお金もう多分安泰だと思うよって言われました。まずファンパレに関しては差しは多分、まあ売り上げ見てればないのは分かってたんですけど、海外で出せるっていうのは相当、資金力にもまあ多分余裕があったりとか、今後そういう見込めるっていう意味で海外に出るから、まあそういうのもいいで、一応聞いたんですよ。じゃあその海外のために作る、要は日本で今まで作ってたのを海外もその手を出すってなると、その分開発に時間がかかっちゃってアップデートが遅くなるんじゃないかっていう話を僕は聞いたんですよ。なりますかねって、まあ、なりますか、まあタメ口なんだけど、一応は友達リア友だからあれなんだけど、なるんかねって聞いたら、いや、そういうもともとデータ自体の基盤はあって、そこに声を入れて、であと字幕を入れるっていう形だから、その基盤自体があるから、そこまでアップデートに多分その支障は多分ないとは思う。まあ、どういう感じで作ってるか分かんないけど、まあ簡単に言うと基盤自体はもう作れてるから、まあそこであとはそれぞれ海外支部か分かんないけど、そこがまあ翻訳みたいな感じになって、作っていくんじゃないかっていうところだから、まあ逆にむしろ海外でやった方がその多分アップデートはむしろ早くなるよっていう、感じにはなってくるんじゃないかって。要は多分人員とかもかなり増えてくると思うよって言われてたので、だからまあかなりプラスというかね、プラスに考えていいんじゃないのかなと。まあもともとね、そのファンパレ自体が盛り上がるってことでプラスだったんだけど、まあいろいろプラス要素を考えると、まあデメリットはあまりないよっていうことだったので、うん、まあデメリットとしてはやっぱり、まあもちろんそのアップデートがやった時にその海外
とリンクさせないといけないんだったかな、なんかそこでちょっと手間取るかもしれないからっていうことで、うん、だからそこがちょっと難しいかもねっていう、うん、ところはありました。ということで、まあか、まあ、ガチャとかは多分変わりないと思うんだけど、まあファンパレがねこれからいい方向に進んでいくんじゃないのかなと。そして何より怪獣の配布が大量に多分来ると思います。これに関してはあのバウンティやってるから分かるけど、やっぱり全世界ダウンロードランキング、ダウンロード数とかね、あと当たり前だけどさ、まあでもアップストアランキングとかは多分全世界じゃなくて日本だからあんま関係ないと思うんだけど、そのランキング1位とかはあれは日本の中でだからあれだけど、いろいろなんだかんださその配布するその理由付けはできるよねっていう。だからバウンティで言うとさ、あの 1.1 億人ダウンロード記念で新キャラ登場とかさ、復刻ガシャとか、うん、だから怪獣の配布だけじゃなくて何かと理由をつけてそのキャラクターを出すというか、復刻を復刻ガシャとかそういうのを出していけるんじゃないのかな、うん、ということで、まあちょっとこれ、そんな感じの話なんですけど、これ最後、イベントマップですね、この強敵バトル、こちらを最後ちょっとやってみようかなと思うんですけど、ツイッターの方で先ほどツイートされました、ちょうど15時かな、15時に、投稿されたんですけど、ファンパレさん、スコアアタック速報ということで1000万からが 34.11%、 まあ1000万は結構やっぱり超える人は多かったかなって感じですね。で、次2000万が 9.73%、 そして3000万からが 1.79%、 そして4000万超えの人は 0.64% って感じですね。うん、だから2000万が約 10% ぐらいいるっていうのはやっぱり今回、まあまあ、あの正直言うと海玉玉折のインフレがやばいっていうのはあるんですけど、で多分3000万超えた人はあの伏黒くん持ってる人だと思うんですよ。あの学長と伏黒くん持っててっていう感じの人が多分まあ3000万超えで 1.79 なんじゃないのかな。ということで今回じゃあこのままじゃ、まあ、あの前とスコア変わりませんよねってことなんで、はい、こちら切り払いをこれ、選択差的に被ダメージ 99.3%レベル10にします。はい、96.6 から 99.3% いきましょう。はい、もう呪術ポイント貯めたんでね、このためにもう伏黒がこれ使っていいという僕はもう気持ちでいきます。これでいいよね。はい、これでじゃあいいんじゃ、まあまあこれも一応上げとこうか、念のため、ね、まあまあ別に上げる必要はないけど、うん、よし、じゃあこれでレベル10にした切り払い、そしてさらにレベルはでもいらないか、別に上げる必要はないけど、だったら学長とか上げたいかな。五条線も上げれるよね。あ、でも、あ、25いけるね。じゃあ五条線もこれレベル、ほら見て、このために貯めたのよ。いや、でも新キャラ来るからね、残しておきたい気持ちはあるんだけどな。いや、でもちょっと残、いや、でもな、ここ詰めたいな。詰めろ、行こう。はい、行きます。いいんじゃない？ちょっともったいない、もったいないって言ったらあれだけど、まあまあまあ、五条先生はずっと使うでしょ。で、無限の収束も、青もレベルを上げちゃおうかなとも思ってるんだけど、ちょっと新キャラまで待たして、あの、20何日の。ちょっとこれはね、一旦ここは、待ちで、ごめんなさい。ということで、じゃあこれでやってみましょう、スコアアタックチャレンジ。まあ、あの、1回ミスしたらもう終わりでいきます。はい。もう1回こっきり。これラスト。いや、でもね、結構、あのやり方だったら安定すると思うから、多分大丈夫だと思うんだけど、あー、これもう最初から作んないとな。ここが、学長でしょ？これはもう絶対学長。で、ここはもう間違いなく、伏黒くん。そして、ここも間違いなく、高校城先生ということで、で、規格外かな。企画外です。やっぱり術式が、まあ、コーラもいいんだけど、術式がやっぱりね、基本的に無限の収束とかもダメージ与えるから1万3000欲しいんで、うん、コーラだとほら1万1000になっちゃうのよ、術式が。うん、それが 85% と 90% で 5% しか変わらないんだったらこっちの方がいいと思うので、はい、こちらに行きます。で、伏黒くんはこれじゃなくても別に大人の時間にしとくか。はい、大人の時間で行きましょう。で、これが学長が、必殺技であげたいから互いを信じて、あ、違う、阿吽の呼吸で、ももちゃんが、これカモかな。いや、でも7ターン、まあでも使わないよりこっちの方がいいな。7ターンの間できるから行きます。多分でも青の時は多分これバフかけれないからな。切り払いの火力多分そんなに上げても意味ない気がするからね。さあ、それでは行きましょう、よろしくお願いいたすぞ。あー、行くね、参るよ。マリクイチだ。まあ、まずやることは一つよ、切り払い指導。術式の解除ずっと、あ、いや、まず収束と打撃でいいか。まあ、別に何でもいいや何でもいいや、まずはね、まずは、はい、よ、まあ多分単語あエイテイで多分あの絶対瞬殺できるんで、まあ、そんなに気にしなくていいけど、もしたやられちゃった時が怖いから一応打っていいかな。いや、倒せるでしょ、さすがに。看護相手で一撃。いや、でもバフかけてない。うん、
もう一発撃っとこう。念のため。いやでも大丈夫かな、やりすぎかな。ちょっとこれがさ倒しちゃいそうで怖いのよマジで。あ、イルカさんだ、かわいい。イルカちゃんバイバイ。とりあえず、まあ、風投げ切り払い指導して、まあ、術式の回避。ここからも五条先生はずっとこれだな。で7ターン過ぎちゃうよな多分。あ、じゃああまり大人の意味なかったな。いや難しいんだよなこれ。石黒くんのだったら火力上げた方が良かったか。これ倒しきり大丈夫だよ。え、なんか倒しきりそうな気がして怖いんだけど。大丈夫これ。これちょっとあれだったか、無加減。あと3ターンなんだけど、え、これ倒しちゃうか。いや倒さない。いやこれあれだったな、絶対五条先生もう一発打たん方が良かったわ。それの方が安定するわ。あの看護相手で絶対倒せるわ。このまず1回目これ 1。 あ、そっか、あ、そっか、暗黒で避けるのか。あ、イルカさんだ。一瞬なんかあのベートーベンみたいなあの顔が出た瞬間はもうイルカさん確定率だから嬉しいな。でここで暗黒でしょ。で次でこの次だな。ここのこうので、次打って看護相手、次看護相手打ちます。 OK、 風投げまだ倒れない。よし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 、いいよいいよいいよ。でここ次からここで追い風します。追い風で看護相手、これは何だったっけ。 HP 必殺ゲージ250回かけられる。で指導でもいい、何でもいいや。でここ術付きの開示で次から無限打てばいいかな。これが無限カンゴーアン AK OK、 いいぞ。で次こっから、まあ、切り払いよね。で追い風やるか。切り払い、さて準備はいいか。モキューだね、モキューブラパン。でこっから無限の収束でいいね。 OK、 無限の収束、切り払い、モキューブラパン。でも青でもいいのかな。いや青じゃないな。青じゃないくていいよな。まずマックスでデバフやってからでいいよな。でここでカモ打ってで、まあ、切り払い。あ、大人の時間本当にいらんかったな。で無限の収束、さあどうだ。一応フジロ君でパーセンゲージね、非ダメージをかなり上げはしたから無限の収束かなり入ると思うんだけどな。で五条先生のねレベルも10レベル上げたから、10レベルってかなり大きいよ。切り払い、でここで必殺技 OK。 であうんの呼吸でも入って、さらにキャシーで、デバフをかけることができて、でこうのキャラクターの火力も20何パーセント上げることができる。キャシーからの1400万からの青。さあここ次第、さあどうでしょう。がっつりデバフもかかってる。どうだ、3500万。まあいや、さらに連携必殺で3600万いくけど、ああ3700か。まあ4000はいかんか。4000はいかないけど、まあ。伏黒くんはやっぱりあれだったかな。京都校にしてよかったね。10% 上げる。ミカって他のキャラクターの、あの、京都校だったな。まあここは何でもいいや。もうこれ関係ないんだよ。とりあえずあと倒すだけ。モキューブラペン、無限の収束、3800なんぼかな、このままだと。さあね、4000万はギリいかんわ。いやー4000万行きたかったな。いやこれ京都校やればいけたか。ちょっと難しいところ、これ京都校があればもしかしたらワンチャンいけたかもしれないねっていう。あー、イルカさんだ。そうね、勝っても 50% だもんな。追い風、切り払い、まあ指導、キャシー、無限の収束、これで終わりと。よし、切り払い、いけ、キャシー、徹底指導だ。キャシー、どうだ、いったー、惜しい。惜しい、3900。これ絶対あれだ、京都校やれや、4000万いくわ。うわあ、もったいねえ。わあ、まあ、じゃあこれ裏で4000枚いっとくか。これ多分京都校使えば、ずっと他のキャラクターの術式と体術っていうか、ダメージ 10% 上がるんで、五条先生の火力が 10% 上がるから、ね、あの、伏黒くんの切り払いが別に、まあ正直そんな火力ないから、どんだけ下がろうがいいからさ、割合。OK。まあでも4000枚いくの。まあ、ほぼ確定いいんじゃない。一応 0.64% のね。4000万、まあ多分超えそうなんで、ちょっと
また裏でで動画であの4000万超えましたっていう感じでちょっと言うか、それかまあまた動画でなんかもしかしたら明日やるかもしれない4000万チャレンジ、はい、なのでちょっとまたねよかったら見てください。そして今先ほど、ファンパリさんの方でツイートがありまして、13分前にツイートがありましてですね、8月28日、20時予定ということで、相変わらず新キャラの、登場しませんというそれはありませんので、まあ、新キャラは来るでしょう。はい、でなんか結構ね DM でねすごいあの考察詳しい方から今回のあの新キャラの件についてちょっとお話をいただいたので、まあそれの話もちょっとまたできればなと思っております。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。いや楽しみだね、8月28日ファンパレミーティングが終わった後にまたちょっと動画投稿しますので、よかったらね見ていただけると嬉しいです。それじゃあお疲れ様でした。バイバイ。